ニュースの真相水曜日、今回は紛争の被害者の権利をどう守るかについてお話を伺ってまいります。本日のゲストは人権治安部門改革コンサルタントの木原藩と愛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木原さんは国連の中でも長い間いわゆる OHHR と言われる部門、国連の人権高等弁務官事務所に長く在籍されていたということですよね。まずなんですけど、国連の人権高等弁務官事務所、どんな事務所なんですか？そうですか。国連の中で人権問題というのは3つの柱のうちの一つとして一番重要な問題として謳われておりますけれども、その人権の部門を国連で取り仕切る場所といいますか、それで人権問題っていろいろありますけれども、いろいろ各部門 の専門家がいて、600人ぐらいですね、いるようなところで、本部はジュネーブに、スイスのジュネーブにあります。日本だと緒方貞子さんが、難民高等弁務官事務所っていうちょっと似た名前の難民の部門の、ヘッドだったのでちょっと有名ですけれども、難民じゃなくて、人権にも同じような組織があると、でそこに、OHCHR あるいは国連人権高等弁務官事務所のスタッフとして、ネパールにおられたということなんですよね。いつからいつまでネパールにおられたんですか？ですね、紛争が終わったのが2006年の末の頃なんですけれども、2006年の末から、2010年去年ですね、末までおりました。なるほど、もう5年くらいいらっしゃったということになりますか。じゃあ、今日は紛争後の被害者の権利どう守るかということで、紛争後の社会の立て直しについて伺ってまいりたいと思うんですが、木原さんが最も最近いらっしゃった場所でありますネパールをちょっと例に、取りながら、具体的に話を伺ってまいりたいんですが、まずネパールここですということで、ちょっと緑の中に埋まっておりまして、なかなか地理的にふっぱっと分かりにくい場所かもしれないんですが、どんな国？インドに接してる感じ。インドと中国に。そうですね。大国、中国とインドの真ん中にありまして、でかなり国土が広くてですね、カトマンズ、首都のカトマンズと、それから他の地域の差というのがすごく激しくてですね、宗教的にはカースト制を使っています。ヒンズー教が主なんですけれども、かなり貧しい国でもありますし、いろいろとカースト制もかなり今でもしっかりと守られているというか、ようなところですね。カースト制というとやっぱインドがすぐ頭に浮かびますけれども、ネパールは、インドと比べてもそのカースト制度っていうのはかなり厳しくまだ守られているような状態ですか？そうですね。特に都市部ではね、もう少し近代化されておりますけれども、ネパールは何しろ田舎が多いので、かなりカースト制に基づいて何でも行われるような形で、そうですね。そうなんですか。なんかネパールっていうとね、日本人からしますとですよ、なんかエベレスト登山の中継地みたいなね、そんな牧歌的な、とても、田舎ですけど素敵なところっていうようなね、イメージかなと思いますが、そうですね、大体国土の、そうですね、8割9割はそんな形で山が多くて、素敵なところであると。そうですね。で、その国でですね、実は先ほど2006年紛争が終わったばかりの時に赴任されましたという話されましたが、長年10年ぐらいにわたる内戦が行われてたっていうことは、日本の中でもちょっと忘れられつつあることかもしれないんですが、ちょっとその紛争に至る経緯も、まとめてみたんですけれども、簡単にご説明いただいてもいいですか？1996年にですね、マオイストといいまして、それは反政府勢力といいますか、が武装闘争を開始しました。これはかなり西の方から始まっています。で、ネパールというのはもともと王政でしたけれども、王様がその過程で変わりまして、で、その後だんだん紛争がこう、首都の方にも近づいてきますし、それからだんだんその紛争が激しくなってくると。で、国王が緊急事態令を発布するのが2005年ですね。それからですね、それと相まっていろいろな政党が連結してですね、民主化運動が始まります。
で、まあ、国王王政をやめようという動きが出まして、で、まあ、紛争が10年ぐらいですね、10年半ぐらいですね、あったんですけども、2006年 の、 11月にですね、反政府勢力であるマオイスト側とそれから政府側とが和平合意をしまして、で一応そこで紛争が終わりということなんですけれども、その後ですね、次に行ってください、まあ、新しい国を作れなきゃいけませんから、うん、それで国連が入りまして、まあ、ミッションをしますね。それは、まあ、今まで戦っていた反政府勢力のマオイストのですね、戦闘員の人たちをどうするかというところが、まあ、中心になっていたんですけれども、でその後王政が廃止されてどんどん民主化されていきます。大統領が決まり、首相が決まるのが、まあ、2008年ですね、うん、で、まあ、その後でもなかなか、ね、難しくて、首相も何回も変わりまして、今は4代目の首相になりますけれども、はい、で、まあ、議会ができて、大統領決まり、首相が決まりという、今その国づくりの最中というところですね、はい、今、まあ、まず内戦の、ね、ところで、はい、まあ、マオイストが武装闘争を開始して、まあ、約10年半ぐらい、はい、内戦してたということなんですけど、この、まあ、マオイスト、はい、一体誰なんでしょうか。はい、中国 の、 毛沢東の思想にヒントを得まして、それで先ほどネパールというのはカースト制がまだ厳しいということを話しましたけれども、そのカースト の、 下の方の下層の、人ですとか、それから地方の人ですとか、それから各民族ですね、ネパールはかなり多民族の国で、50以上の民族が国家から正式に認定されているんですけれども、そうこういう少数民族の人たち の、 まあ、支持を得まして、で政府を反政府で戦っていた、うん、そういう、まあ、武力を持つ、そしてまたまあ、ある程度 の、 その構造を持つですね、そういう団体なんですけれども、うんうん、はい、そういうなんていうかな、日本ですとね、はい、なかなかマオイストとか毛沢東主義、運動みたいなものを、まあ、聞く機会もあまりないんですけれども、はい、しかし、まあ、ネパールでもこのように、まあね、マオイストが、はい、まあ、言ってみれば非常に、まあ、広範な支持を得て、はい、そして、まあ、武装闘争をやっていたわけですけれども、はい、まあ、お隣のインドなどもね、はい、マオイストの、まあ、武力、そうですね、はい、紛争というのは非常に大きいですよね、はい、でインド、本当にインドなかなかね、日本で報道されないですけど、国内の治安の、まあ、最大のなんていうか、チャレンジは、はい、マオイストの運動だというふうに、まあ、インドの、ね、政府などは言ったりしていますけれども、はい、武装闘争が始まったということは、すごく不満があったというか、何か変えていきたいという思いがあって起こったわけですよね。そうですね、はい、ネパールはかなり社会が分断されていまして、カースト制でも分断されていますけれども、うん、またその多民族ということもありますから、うん、なかなかその中央に少数民族ですとかカーストの下層 の、 方々の、意見が取り入れられにくいと、うん、でかなり不満が溜まっておりまして、でそのマオイストの運動を支持する層になった、バックグラウンドになったということありますね、うん、なるほど。で、このように、まあ、マオイストが武装闘争をするのと同時に、この私も覚えてるんですけど、この2006年特にこう民主化運動、はい、なんていうかな、こう今まさにアラブの春で起きているような感じで、こう人々がわーっと道に出て、はい、まあ、民主化せよと、で王様はもういらないみたいなね、はい、そういう、 こう民主化のうねりみたいなのもありましたけれども、はい、この民主化のうねりとこのマオイストの武装闘争っていうのは、どんな関係性で動いていってたんですか。もともとその国王制で、うん、例えば NGO、非政府機関なんかもかなり規制されていたりとか、それから政党もかなり規制されていたという背景がありまして、で、まあ、人々の不満っていうのはずっとあったわけですよね、うん、で、まあ、マオイストがそういうのに対抗して、反政府運動を繰り広げる上でいろいろな不満を持つ人たちがこう連携したっていうのはあります。
られますね。で、まあ、国王 の、最後の方はかなりその圧政になりましたから、この機会にマオイスト の、 その動きを借りて、他の政党もじゃあ連結して、じゃあまずそのいろいろ不満はあるけれども王様を、まあ、取り除くことから始めようというふうに、まあ、いろいろな運動がその時期にこう一緒に、はい、一緒に活動して出した、はい、なるほど、まあ、そういう意味ではそのマオイストの、まあ、支持グループというんですかね、うん、で、まあ、武装闘争を支持しているようなグループもあるけれども、まあ、そうではないグループなどもあって、まあ、しかしその、はい、反王政という意味では、まあ、一致ができたのが、はい2006年、はい、で、まあ、それが非常に大きなうねりになって王様が退位するという動きになったってことなんですかね、はい、でその時に、まあ、また同時に、マオイストと政府の間での、まあ、和平合意というものも結ばれた、はい、これはそのどんなそのダイナミズムの中で起きたことなんですか。そうですね、まず今までですね、国王がいなくなるなんていうことを考えられなかったことですよね、うん、で、まあ、国王がいなくなりそうだということがだんだんマオイストの運動がだんだんこの成功しているということが、うん、みんなにも分かってきて、で民主化するその例えばジャーナリストですとかNGO で働いている人ですとかそういう人たちもこの動きに乗ってですね、まあ、民主化いろいろな面で民主化していこうというふうに、まあ、何ですかね、時代の流れといいますか、というのはありましたね。で、まあ、その2006年にまさに木原さんもネパールに入られたということなんですよね、はい、まあ、その当時国際社会の目から見てですね、ネパールは、まあ、どんなその課題を抱えていた、そして、まあ、国際社会としてはどんな、まあ、ミッションを持ってそのネパールに入っていったんでしょう。国際社会ですか。まあ、各国際機関や、国によってまた課題はね、うん、違うんですけど、焦点を当てる課題は違うとしても、まあ、内戦ですから、その後国がもう真っ二つに割れている、その状態ですから、まず、国づくりをしていかなければいけないと。で国の機関をそれぞれこう構築していく、再構築していく過程と、うん、それから今まで紛争に直接関係してきた人たちを、まあ、じゃあこれからどうするのかという、うん、課題、その辺ですね。それから開発、経済的な開発、貧困が大変な問題ですから、その辺がいろいろな問題が、うん、相まってですね、うん、で、うん、まあ、集中的にはやっぱり国づくりとそれを支える経済づくりというか、うん、はい、そこが焦点だったんでしょうね。なるほど、うん、で、まあ、国連も、まあ、ミッションを送ったということで大規模に入っていたと思うんですけれども、はい、その中で、木原さんはその OHCHR つまり人権の事務所としてネパールに入ったわけですけれども、はい、その国連の人権高等弁務官事務所としては、まあ、どのような、まあ、ミッションを持ってネパールに入っていったんでしょう。はい、まずその和平協定が結ばれて、でこれからその、今までの紛争も完全にやめて、それから今まで人権侵害に関わっている人たちなんかをどういうふうにするかということがかなり問題になっていましたから、そこがまずは中心ですね、うん、で和平協定を、結んだマオイスト側と政府側がその和平協定をちゃんと守るかどうかっていうのを、まあ、監視するというような形で、それが和平協定の中に盛り込まれまして OHHR の役割として、うん、なので、まあ、その辺が最初は焦点でしたね、うん、はい、その、ま、紛争の中で起きた人権侵害というふうにおっしゃいましたけれども、ま、そもそもどんなことがこの10年の内戦の中で、はい、ま、起きていたんでしょうか。はい、この内戦はかなり村の方まで入っていってですね、つまりその戦う場所はここというふうに決まっていなくって、まあ、村人、一般の村人たちがこのマオイストに加担したり、して巻き込まれていったという形なので、まあ、空爆中心の戦いというよりは、うん、まあ、家々からこうマオイストに関わっていそうな人をですね、政府側が連れて
ていってで、まああのまあ、拷問したりですとかそれから、その人たちが失踪してしまったりですとかあの紛争に直接関係ない人が殺されたりですとかそれから、まあ、女性の場合にはあのその過程であの、まあ、性的な暴行を受けたりとかあの、まあ、かなりその一般市民の被害者を出した、紛争ということが言いますね。どれぐらいの一般市民の被害者出たんでしょうかねこの10年の内戦で、はい殺された人あのつまり紛争に直接関係ないけれども殺された人と、まあ、強制的に、うん、のいなくなっちゃった失踪してしまったという人合わせて大体1万5000人から2万人ぐらいの、被害者というふうに言われています。そのいなくなっちゃったその強制失踪をする、日本だと、まあ、強制失踪という言葉より場合によっては拉致という言葉で、ね、語られたりもしますけれどもその、はい、その問題すいません背景を、はい一番多いパターンとしましてはあの、まあ、軍隊ですとか警察ですとかがそのマオイストに関わっているのではないかという人を、まあ、あの逮捕しましてあのでどこかに連れて行ってそのマオイストの組織図ですとかそれからこれからどんな戦略で攻めてくるのかとかそういう情報を得るためにですねあの、まあ、拷問してですねで、まあ、その過程で死んでしまったりまたはあの拷問しないでそのもうかなり関わっているということであの、まあ、報復的にですね殺されてしまったりしてで、まあ、知らないうちにどこかに埋められてしまっているというようなパターンが多いんですけれども、まあ、特徴としてはその、連れて行かれたんだけれどもどこにいるかわからないと、うん、で警察や軍があのどこに捕まえているかどこに拘留しているかということをあの公表しないという、うん、なのであのいつまで経ってもどこにいるのかわからないっていうそういう問題ですね。日本ではまたね本当にありがたいことにこういう問題があまりないのでこれを、うん、あの実感するの難しいんですけれども北朝鮮みたいにこう強制収容所みたいなところはないんですか。あそうですね軍隊 の、はい、あの駐屯地に、うん、あのよく捕まってましたね、はい、れてはっきりどこにいるかわからないままの人がたくさんいたっていうことですね。はいそうですね、うん、で多分あの私もまあ間接的にですけれどもその被害に遭った家族たちの、ね、声を聞くんですけれども、うんまあ、そのなんていうかなどこにいるかいつまでも自分の家族がいなくなってしまって、うんどこにいるか分かんないっていうその、まあ、例えばお母さんの、ね言葉っていうのは、まあ、例えばですけど、うん、日本で言えば、はい、本当にあの横田、ね、めぐみさん、はい、いなくなってしまってお母さんの早紀江さんはいつまでも、ね、あの娘のことをずっとあの心配しているんですけど、まあ、本当にあれと似てますよね、うん、やっぱりあのまあネパールの場合ですとやはり亡くなって何年も経っちゃった人やはり、おそらく殺されている可能性が高いとは思うんですけれどもしかしやはり遺体を見るまでね、あの家族というのは納得できないし、まあ、遺体を仮に見たとしてもじゃあなんで誰がやったのかということに当然まあなっていくわけで、うん、やはりあの失踪強制失踪の問題はあの根が深いですよ。